こんにちは、バーテンダーの直人です。今日は1980年代バーボンウイスキーゴールドケンタッキーアンバー10年、この子紹介したいと思います。この子は昨日ご紹介した88ブランドと同じくネルソン郡のバースタウンバーボン作り200周年の記念で作られたゴールドケンタッキーシリーズ5人種のうちの1人です。実力はナンバー2だと思っています。イメージ的には15年のスペシャルリザーブ、この子を支える側近2人がアンバーと、そして88ブランドというイメージです。88ブランドが88年にリリースされ、その翌年にリリースされたのがアンバーです。この子はヘブンヒルの原種を使いウィレットでボトリングされた子です。この子を一言で表すなら美酒。昨日の88ブランドが少しお堅い青年だとしたら、アンバーは妖艶な貴婦人。アンバーの名にふさわしい見事な琥珀色、気品のある甘さ、101プルーフにも負けない芯の強さ、この子はぜひストレートで味わってみてください。熟成年数は10年、度数は90プルーフ45度。作られているのはオールドケンタッキー蒸留所ですが KBB です。それでは今日は1980年代バーボンウイスキーオールドケンタッキーアンバー10年飲んでみたいと思います。まずは香り。どうした、ね、すっげーいいの。そして味。やっば。この子はさまざまな経験を積んできた美しい貴婦人。誰もが見とれる笑顔の裏には激しい情熱とぶれない野心が眠っているような、そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、オールドケンタッキーアンバー10年、お分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、高評価、そしてぜひチャンネル登録お願いいたします。それじゃあ今日はここまで。また見てね。